大谷翔平のトラウトボブルヘッドで思わぬ事件が発生。地元ロサンゼルスで大人気のメジャーリーグベースボール、その中でも最大のスターといえばロサンゼルスエンゼルスのマイク・トラウト選手でしょう。そんなトラウト選手のフィギュアが今話題になっています。先日球団からトラウト選手のボブルヘッドが販売され、ファンの間で大きな話題となっていたのですが、そのボブルヘッドに思わぬ事件が発生したのです。ボブルヘッドは通常通りチームショップで販売されたもので、大谷翔平選手もファンとして購入した一つでした。しかし、ある日、大谷選手の所属するシアトルマリナーズの選手が、大谷選手からトラウト選手のボブルヘッドをもらっていたと報じられました。そして、そのボブルヘッドを見た選手たちは驚愕したのです。なんと、そのトラウト選手のフィギュアは、大谷翔平選手の顔がついたものだったの、です。大谷選手が購入したボブルヘッドに混じって、顔が大谷選手になったトラウト選手の、フィギュアが入ってしまったようなのです。ファンやメディアからは、この事態に驚きとの声が上がっています。球団側も謝罪しており、問題が起きた原因を詳しく調べるとしています。大谷翔平選手とトラウト選手は、チームで共にプレーしている仲間でもあります。しかし、今回の事件は、二人の関係にも影響が出るかもしれません。今後、この事件がどのように解決するのか、注目が集まりますが、ファンたちは、二人の選手が健闘し続けることを望んでいます。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。